おはようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りナナシでございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、国民民主党が単独でですね、178万円、はい、103万円の壁ですね、通称を、撤廃するということで、非課税はこう178万円まで引き上げる法律を、提出することが、決まりました。はい、これね、何が面白いかっていうと、自民党に揺さぶりをかけられることが非常にね、グッジョブですね。まあどういうことかと言いますと、まあ普段ね、積極財政を謳っている、衆議院さん、まあね、まあ可決するか、否決されるかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ否決されるとは思うんですけど、残念ながらね。まあ自民党の中で、まあ積極財政を謳ってるやつ、語ってるやつ、まあ言ってるやつ、まあ何でもいいんだけど、まあ、高市早苗さんとか、木内さんとか、まあ、積極財政派ですよね。これどうすんのと。反対すんのと。だったら、もうね、反対する理由が何なのかっていうのを非常に聞きたいね。まあ、多分党内で決まったことだから、とか言って、ね、お茶を濁すのかもしれないけど、果たしてそれが、私たち日本国民にとって、いいことなのか悪いことなのかってことを考えて、行動していただきたいなと思います。自民党内でいくらね、積極財政を言っても、まあ安倍さんも積極財政って言われてましたけど、まあ実際緊縮だったじゃないですか。まあそういってね、ところで、今安倍さんいなくなっちゃいましたからね。まあそんなところで、まあなかなかね、積極財政を言う人が減ってるっていうのは確かなんですけど、まあその代わりね、国民民主党が積極財政をやってくれそうだぞと。まだあの103万円の壁、引き上げはね、決まったんですけれども、まあ、どこまで引き上げるかっていうのはまだ分かってないんですよ。まあ、そんなところで、国民民主党が単独で178万円に上げようということで、法律をね、出してくれるみたいなんですけれども、どうすんだろうね。自民党の積極財政派、楽しみですね。これは踏み絵ですよ。自民党という組織を信じるのか、先生方が普段言ってる積極財政を、信じるのか、これね、ほんと見ものですよ。まあもしね、178万円に引き上げる法案に、反対するようなことがあれば、まあその程度だったっていうことなので、本当にね、楽しみですね。そして玉木さん、ナイス、グッジョブ。まあ普段ね、私たち国民をね、ついに分断されてますからね。やれね、経済政策を打てば、住民税非課税世帯の方しかお金がいただけないとかね。高所得者の方は、減税に預かれないとか。そんなんでね、国民をね、所得別で分断してますから、じゃあ今回ね、どういうことを分断するかっていうと、ほんとね、お前らも競争しろと、自民党。組織内の中でね、議論したって、どうせ積極財政なんかやんねえんだから、だったら、野党が出してくれた積極財政に乗るのか、乗らないのか、そして、もう一つね、自分の中で考えてみろと。まあ、安藤さんじゃないですけど、元自民党のね、自民党の中にいて、積極財政が本当にできると思ってますか？僕、高市さんが、もし総理、今、ゲルですけど、総理になっても僕できなかったんじゃないかなって内心思ってるんですよ。なんでかっていうと、自民党の、まあ、上の方だったり、まあ、相当数が緊縮財政派なんで、こんなにね、緊縮財政派に囲まれて、まあ、財務省のね、ご説明ですかのに、洗脳されてるやつが周りにいて、果たして積極財政ができるのかって言ったらできないと思うんですよ。なぜなら、なんならかんなり邪魔してくるんじゃねえかと。だったら、いっそのことね、自民党内でも、本当、積極財政派と、緊縮財政派で、割れりゃいいんだよと。いや、別にね、その積極財政に乗れないって言うんだったら、乗らなくていいんですよ。考えるのと改めなくていいんですよ。だったら、それを主張して、選挙で戦えばいいんじゃないですか。それで、負けろと。で、積極財政の議員を増やしていけば、おのずとね、財務省だって嫌だと思うんですよ。そういうことをね、していかないと、まあ、もはやね、もうダメなんじゃないかなと。そのためだったら、もう自民党なんてぶっ壊れちまった方がいいんだなと思っております。それと、なんか、最近ね、SNS とかでね、財務省が批判されてて、
なんかそれを面白く思ってないのか知らないけど、なんか玉木さんになんかもっとプシッと言ってくれみたいな、うるせえよと、お前らの緊縮財政がいけないんだろと、こすみすんなよと、だったらもっとね、国民が豊かになれる GDP が増えるような、あの経済政策だったり財政政策をね、あの国民のために国会議員に教えるんだったらいいけど、お前らっていつ何時でもさ、財務省ってのはさ緊縮財政じゃん。そのね、あの歪んだねイデオロギーを捨てない限り皆さんは怒りますよ。そしてもう情報を統制するなんて無理なんだわ。こんなツイッターやら X やらね、 SNS が発達した社会で、うん、何々を統制しろなんてね、まあ中国共産党じゃねえんだから、そんなことは無理なのです。ということで皆さんも、積極財政をするために財務省や緊縮財政の議員をぶっ壊していきましょう。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。